マーティン・ベンジャミン・マルドナード・バルデスは、プエルトリコのナグアボ出身のプロ野球選手。ウトをミギウチ。MLB のヒューストン・アストロズ所属。愛称は、カスカホ・マチェテ。2004年の MLB ドラフト27巡目で、アナハイム・エンゼルスから指名され、プロ入り。エンゼルス参加では、マイナー最下層のルーキー級に3年間所属したが、打撃で結果を残せなかった。 2007年からは、ミルウォーキーブルワーズへ移籍し、2011年9月3日のヒューストンアストロズ戦でメジャーデビューを果たした。2012年5月末に、ジョナサン・ルクロイが骨折で離脱すると、守備力を買われて、トリプル A 級ナッシュビルサウンズから再昇格し、臨時の正捕手を務めた。ルクロイの復帰後はバックアップとなった。最終的には78試合に出場し、 打撃面では打率266、8本塁打30打点、オプス0.729という成績を記録。守備面では69試合で保守を守り、6失策、守備率990、盗塁阻止率32%という成績を残した。4試合で一塁手も守った。ミルウォーキーブルワーズ時代2013年は、 シーズン開幕前の3月に開催された第3回、ワールドベースボールクラシックのプエルトリコ代表に選出された。同大会では本職の保守以外に一塁種としても出場した。レギュラーシーズンでは67試合に出場し、4本塁打22打点を記録したが、53、三振を喫した。保守の守備は47試合で1失策、守備率。 997という成績を残した。2014年は、ルクロイのバックアップとして52試合に出場し、打率234、4本塁打、16打点を記録した。2015年1月15日にブルワーズと総額195万ドルの2年契約を結んだ。5月31日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で、自身初のサヨナラ本塁打を、 延長17回裏に放った。この年は79試合に出場し、打率は2 1十4本類二22打点を記録した。ロサンゼルスエンゼルス時代2016年12月13日に、ジェットバンディとのトレードでドリュー・ギャグノンと共にロサンゼルスエンゼルスへ移籍した。二千十七年は三十八試合に出場して、打率二十一。 14本類打38打点を記録。オフに初めてゴールドグラブ賞を受賞した。2018年も聖保守としてプレーし、大谷翔平の女房役として彼の偉業を陰で支えた。2018年7月26日にパトリック・サンドバル及びインターナショナルボーナスプールとのトレードでアストロズへ移籍した。オフの10月29日に FA となった。 2019年3月9日にカンザス式ロイヤルズと250万ドルの単年契約を結んだ。2019年7月15日にマイク・モンゴメリーとのトレードでシカゴ・カブスへ移籍した。カブスではわずか4試合の出場となった。2019年7月31日にトニー・ケンプとのトレードでアストロズへ復帰した。背番号は12。この年は ロイヤルズ、カブス、アストロズとでの3球団合計では105試合に出場して打率213、12本塁打27打点を記録した。オフの10月31日に FA となったが12月23日にアストロズと2年総額750万ドルで再契約を結んだ。ありがとうございます。